アンダーアーマーのスライディングパンツを履くとパフォーマンスアップする3つの理由ということで、このスライディングパンツ1つにも結構いろんなこだわりを詰めて作っているので、それをご紹介できたらなと思っております。こんにちは、平子チャンネルです。こちらをご紹介、スラパン、はい、スライディングパンツです。まあ、他のブランドさんとかを見ていても、うん、スライディングパンツに特化して何かを紹介してるってなかなかないなと思って。確かにないね。思って。そういう動画ない。はい。で、まあ、それに対して、このスライディングパンツ一つにも結構いろんなこだわりを詰めて作っているので、それをご紹介できたらなと思っております。確かに。選手に履かして写真撮るわけにいかないですね。そうですよね。なんで、まあ、仮に、このガタイのいい彼に来てもらってます。で？はい。まあ、題して、アンダーアーマーのスライディングパンツを履くと、パフォーマンスアップする3つの理由ということで、ちょっとお話し、はい、ついてと聞こうか。じゃあ、早速、まず、その3つの理由っていうのが、とにかく動きやすいということ。で、2つ目が、着ていることを感じさせない快適性。3つ目が、筋肉のブレをサポートするコンプレッション機能。この3つが。これ、アンダーアーマーのテクノロジーじゃないですか。そうですね。もう、基本的にはもう、やっぱりそこですね。アンダーアーマーでインナーに強いブランド、インナーを得意としているブランドなので、そのテクノロジーをきっちり凝縮しているスライディングパンツということになります。まあ現役の時だけど、はい、昔のスラパンは結構モワンパしててさ、締め付けもないんで、俺はね、いわゆるスラパンっていうやつの中にスパッツを履いてて、はい、クッション性を補うためにスラパンなのやつ、それは結構現役の時10年間ぐらいそれで、学生の時はもうそのモワモワなスラパンだけ履いてた。スパッツも出した。なんでスライディングパンツというとそういうイメージを持たれている方も多分まだいると思うんですが、アンダーアーマーも進化しているスライディングパンツということで3つの理由、ご紹介していきたいと思います、はい。でまず1つ目に言った、まあ、動きやすいという部分なんですが、やっぱここはアンダーアーマーの得意な生地を使っておりまして、まあ、こういう風に縦にもよく伸びます、横にもよく伸びます、で斜めにもよく伸びます、かつちょっと普通のインナーよりは厚手になっているので、まあ、耐久性もしっかりありますという部分と、この生地に加えて、パーツですね。普通、パンツって、右足、左足、それの前、後ろっていう風に、こう、パーツが作られていることが多いんですけど、はい、アンダーアーマーのスライディングパンツの場合は、こう、真ん中にもパーツが使われて、全部で6枚のパーツで、はい、構成されています。なので、足がそれぞれ独立して動くので、動きやすいという。そういうことか。はい。おすすめの動きやすい。二つ目が、着ていることを忘れさせる快適性、快適にまつわる機能性が搭載されてまして、まあ、一つは、吸汗速乾ですね。はい。とにかく、汗かくと、やっぱ気持ち悪い。汗かく。はい。ので、まあ、そこをすぐに汗を乾かしてくれる素材になっています。はい、二つ目が、このバンドですね。まあ、カラーでちょっと目を引くんですけど、それだけじゃなくて、まあ、通常のアンダーアーマーのコンプレッションショーツより、ちょっと太くなってます。はい。そうすることで、こう動いたときにこうめくれづらい、ちょっとめくれて気持ち悪くなったりするじゃないですか、こういうのって、そういうところをまあ防いでくれる、あとはまあそれで腰をサポートすることで、まあ、さらに動きやすくというような効果をもたらしています。なるほど。3つ目が、サットなんですけど、これちょっと分かりづらいんですが、中に言い換えると、蜂の巣みたいな構造のパッドを入れてます。蜂の巣？はい、蜂の巣というこう六角形がいっぱいある、あって、はい、みたいな。なんで、綿が入ってるんじゃなくて、通気性のあるこのパッドを使ってるんです。ああ、そういうこと、はい、で、それがくしゃってこう、潰れるときに、まあ、衝撃を吸収して、素材になってます。結構思ったよりパッド薄い。はい。薄いけど、まあ、しっかり衝撃を吸収してくれて、かつ通気性もあるので、パッドがあるけど、そこまで気にならないっていう。厚みでね、衝撃を吸収してたみたいなスラップも多かったけど、はい、これ薄くていいかもね。はい。着ていることを感じてない快適性を実現させている。なるほど。なります。最後の理由、筋肉のブレを、サポートするコンプレッション機能。このコンプレッション機能を、もたらすことによって、その筋肉の揺れを軽減させて、疲労を軽減させるという、まあ、効果が得られます。あと、もう一つ、このコンプレッションをすることでいいことがありまして、股ずれ。すぐね。股ずれがピタッとすることによって、この足と足の間のすれを軽減させて、股ずれしづらくなる。ああ、そういうことね。はい。股ずれしてたなぁ。そうですよね。最後ね。はい。確かに。股
股ずれしねえんだろ。股ずれしづらい。すごいね、それ。はい。それは素晴らしい。まあ、そういった機能もあります。で、まあもちろん、サイリングパンプなので、まあ、パックと、あとこれ、パールカットが入るようになっているので、まあ、こういったところに。金カップは？はい。本当だ。入るようになっています。以上の3つの理由で、まあ、アンダーマン、サイリングパンプを履くことによって、パフォーマンスがアップしますよと。ということをご説明させていただきました。ちなみに俺は今履いてるんですけど、はい、今試しに履いて試しで履いてるんですけど、やっぱり履き心地はまずいい、ね、うん、いいのと、スラパンっていうのをだから忘れて、はい、忘れて今過ごしてますっていうのこと、あとなんだろう、やっぱこのベルトがやっぱ分厚いんで、やっぱこうフィット感が締め付けがあってフィットするよ、ね、だから着心地がいい、普通に履くのも悪くないかなと思うぐらいな、あのね、ね、素晴らしい商品になっているんで、はい、これ結構プロ野球選手からも要望多くて、はい、実際普通に私服履いてたりするからね、彼ら、うん、そのぐらいこう肌触りがいいんで要望もかなり多い商品なんですね。今発売している商品はこの黒に黄色と紺に、まあ、ベータというからちょっとオレンジ、蛍光オレンジっぽいカラーの2色で、発売しております。概要欄に一応、リンク先を買っておきますので、そちらからぜひチェックいただければと思います、はい、お値段は3900円プラス税。じゃあ今回は以上になります。